あの動画ですね。先日僕、目の前で、こうだよね、ああだよねっていうふうになんか、いろいろとなんかちょっと悪口を言われて、でなんか無断転勤じゃっていうふうに決めつけられて、目の前に決めつけられて、で僕、消えてましたけど、その人、別になんかちょっと悪口を言うためにって言ったわけじゃないかもしれませんね、なんか言ったその人は。でもさ、なんかこれ多分昔から言われとうと思うけど、なんか人間はね、動物もそうやけど、言ってないのよ、言葉遣いにね、判断します。言葉遣いによって判断します。うわ、この言い方はちょっと嫌な感じに言われとるなとかっていう風な感じで、言葉遣いに判断することもあります。ねえ、で今回のことも同じですよ。ねえ、なんか言ったその人はさ、別にさ、嫌な気持ちにするつもりはなかったとしてもさ、聞いたその人はさ、これなんか悪く言ってんじゃないかとかっていうふうに思ってしまうんですよ、人って。なんでね、言葉遣いにはね、ちゃんと気をつけた方がいいと思ってます。はい。まあ、そういう感じの動画でしたけど。はい。でもね、無断転勤は、明らかに向こうが悪いんだからね。だって、まあ、これもう、昔から俺、前から言ってるけど、見てないのになんか決めつけたように言うっていうのが俺は一番嫌いなんですよ。だから毎回のように俺は怒ってる、それで。ねえ。まあ分からないのはね、仕方ないことなんだよ。だってなんかどこから取ってきたかもわからんわけじゃん。ねえ。でも、わからんイコール、ねえ、なんか、知ったげにさ、言われるとね、なんかこっちも腹立ってくるわけ。ねえ。だって、一番分かってるのは、動画を撮ってきた、あるいは、まあ、チャイム音を撮ってきた、その人が一番分かってる。ねえ。でも、なんか、嘘じゃないか、嘘じゃないかとかってさ、言う人おるけどさ、それで僕違うと思うんですよ。誰に対しても。はい。本当、そう思います。なんでね、何も分かってないよね。なんかそういうふうに勝手になんか決めつけるようなね、そういう発言は僕は違うと思います。はい。まあそういう感じの動画でした。なんで今回の動画は、言葉遣いには、気をつけた方がいい。そして、どっから取ってきたかわからないのに、なんかもう、そこで無断転載とかっていうふうに言い切らないっていう動画でした。以上です。